難しいな。アクアのみんなのことはいつも見てるけど、改めて個性って考えると、お姉ちゃんとリコちゃんがお風呂に入ってる間に少しでも新曲のヒントになるようなアイデアを出しておきたいのに、まとまらないよ。こういう時って少し視点を変えてみるといいんだっけ。視点か。個性って辞書で調べると他の人とは違う、その人の性質とか性格のことって書いてあるけど、性質とか性格はなんとなくわかるけど、それってアクアの中でどんな風に発揮したりアピールするのがいいのかな。ルビーはスクールアイドルの衣装を作るのが好きで、みんなに似合う衣装を考えるのも大好き。それに曲のアイデアだと思うとなかなか思いつかないのに、衣装のアイデアだったら浮かんでくる。どんな色が似合うかなとか、どんな質感の布を使うのがいいのかなとか、あとはデザインも。そっか、そういう衣装のイメージもベースはみんなの個性につながってるよね。それを言葉で表現してみたらいいのかな。よしこちゃんだったら堕天使のイメージで黒を使うことが多いよね。これってクールでちょっとダークな感じ。あ、分かってきたかも。大切なことはみんなミュー